酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、また瓶系のやつなんですが、コスモという、日本ビール株式会社の商品です。アルコール度数 4%。これも200円ぐらいするんだよな。原材料名がウォッカとライムジュースとクランベリージュースとナチュラルクランベリーフレーバーだって。原産国がドイツ。ドイツ産か。コスモ。かっこコスモポリタンと書いてあります。よくわかりませんが、まあ飲んでみましょう。なんか売ってたんで買いました。ね、乾杯。ああ。ああ、これあれだ。クランベリー。なんか、あんま美味しくないな、これな。コスモポリタン。というのはカクテルであるっぽいですね。ウォッカベースとしたショートドリンク。表示的なレシピ。ウォッカとホワイトキュラソーとクランベリージュースとライムジュース。みたいです。はあ、あ、でもじゃあ、まあ、ホワイトキュラソーは入ってねえけど、ライムジュースも入ってるし、クランベリージュースも入ってる。で、なぜかホワイトキュラソーが入ってないと、これ。原材料に書いてないですからね。せめてそこはちょっとしっかり作っとけよって思いたいんですけど。ね、クランベリーの味がしますね。うん。クランベリーっていうか、だいたいクランベリージュースなんてまず飲まないからさ。どんな味なのかっていうのが、久々に、ねえ。ああ、これがクランベリーかっていう。あ、懐かしいっていう感じはします。うん。うん。あんまり、なんかストロベリーに酸味をビュクッと加えたような。うん。感じの味でしょうか。まあ、あまり馴染みはないですね。クランベリーって。あまり。まあ微妙ですけど、まあ、微妙です。うん。だいたいコスモポリタンって、ねえ、いわゆる、そのカクテルを作るのに、結局のところ、ねえ、クランベリージュースが必要なわけでしょ？クランベリージュースなんて、どこにあんねんって。どこに売ってんねんって。感じだと思います。売ってるところ見たことないです。うん。
売ってるんですかっていうレベル。あ、一応スミノフからも出てるっぽいですね。コスモポリタン。ナポリタンみたい。なんか関係ないけど、ナポリタン食いたくなってきたな。ナポリタンといえば、最近発売になった、ね。あれですよ。ガリガリ君ナポリタン味。あれ、うまいのかな？わかんないけど。俺まだ食ってないですけどね。以前のシチュー味だったっけ？あれは美味しかったですね。まあ。まあ、うまいんじゃないの？わかんないけど。まあ多分、まああんまり売ってないんで、見たことないですね。見かけないんで、今度見かけたら買いますけども。ね。って感じでしょうか。昨日ですね。例の、会社の、ね、不倫でね、不倫のおばさんとデート行ってきましたけども、それで今いろいろ買ってもらったんですが、例のごとく、お酒もね、いろいろ買ってもらいまして、とりあえずあれジンのね、ビーフィータージンを買ってもらいまして。あとね、テキーラ。テキーラを買ってもらいました。ね、俺が以前から欲しかった2000円ぐらいのテキーラ。ちょっと高めの 100% アガベっていう。その原料が 100%そのアガベっていうのを使ってる。ね、高級な。割と、高級な。テキーラですね。以前からちょっと飲みたくて、100% のやつはどんな味するかなと思って。ね。だったんですけど、多分俺は結構好き、テキーラが好きなんで美味しいんじゃないかなとは思うんですが、まあ次回あたりにも飲んでみましょう。コスモ、これ日本ビール株式会社、ビール株式会社でググってみましょうか。ああ、結構あれですね。この、こういう系を作ってる会社っぽいです。いわゆる輸入してる？こういう瓶系の。あ、白濁りもそうなんだ。あのビールの。白濁りっていう。ね、ビール。
とか、あと、ああ、これか。チンタオビール。青島ビールってやつね。とかも有名ですね。うん。そこら辺じゃね。有名なんだと。白濁りっていう、まあ、あれですね。小麦ビール。あの、缶のやつが逆になってる。逆にプリントされてるやつですね。あ、ツイッターもあるっぽいですね。ツイッターもやってるっぽいね、これね。まあ、俺はいいわ、これは。はい、ということで。それでは、コク甘み。コク甘み香り。ちょっと香りが強いですね。うん。やっぱりこの、クランベリージュースが結構。うん。でもこれは、あれでしょう。3442です。ご視聴ありがとうございました。